よし、ちょっと待って、久しぶりすぎてさ、撮るときでしょ、撮るときは生活家を残してうちらが成仏するの。恥ずかしい。はい、本日も始まりました、生活家の、水玉女子部。ちょっと待って、葵ちゃん入ってるだろ、葵ちゃん消えろよ。生活家を出すのに最近すげえいいの見つけたの。はい、本日も始まりました、生活家の水玉女子部。今日は美濃羅寺堂の匂い大全、まあ、最近もなんかちょっと資格取ったりっていうのもあって、まあ、結構いろんなメーカーのこういう精油集まっちゃうんだけど、私が一番好きなのが、これ前にもちょっとやったかもしれないけど、クラリセージ。これ、これハーブなんだけど、お花みたいな匂いがするの。まあリフレッシュできるような柑橘系とか、まあハーブが強いようなのなんだけど、このこれあれじゃん、ビックス。これはもう有名なのだけど、ティートリー最近買っちゃった、やっと。先月ぐらいから狙ってたの。でもちょっと高いからちょっと様子を見てたの。そしたら今月、まあ、カードをみんなが使ってなかったの。やっぱり経済がどうとかで、まあ、今月みんな協力的だなみたいな声が聞こえて、買っちゃったの。これ美容院で山田に使ってもらったんだけど、すっごいいい匂いして、でもその時ってほらもうそこで予算が組まれちゃってるから買えなかったんだけど、もうずっと狙ってて買っちゃったの。これ 100ml で4000円なんだけど、アルガンオイルを豊富に含みツヤ感と潤い感は日本語飲めるようになってる。これミノラの場合はもう髪の毛多いし、もうパサパサだから、もう5プッシュ6プッシュぐらい使って、すっごい匂いすんなこれ。なんだろう、バニラに近いような。でこれ今まで使ったそのヘアオイルの中でも、そのサラサラ、そのもうベタつき感がもう全然なくて、で軽いのにこの続くのすごく、あもうこれがね、買っちゃう。こういうシャンプーとかも本当はちゃんとしたの買いたいの、でも予算組んでもらえないの。だからまあいろいろ、まあ何種類かあるんだけど、これが男の子用の6下のこれ、ハッカーのオイルが入ってるの確か。アトラスシーダー西洋ハッカー油、これだね。これ夏用なの。夏用で使うと結構すっきりするの。でも冬に使うと超寒いの。だから冬の間は使えない。で2個目がこれ、ほらいつも買ってる女帝向け商品。その天然のものしか使ってないって言って、これはノンシリコンのシャンプーで、まあギシギシしないって言われると嘘になる。でもまあいいやつだから、まあ、使ってるんだけど、匂いも全然しないの。私の場合は2種類使っちゃうの。1回目シャンプーするとなんかミノーラってタバコ吸いすぎて全然泡立たないの。だから最初にこれ使って、次に普通のシャンプー使ってみたいな感じで、結構なんかいっぺんにいろんなの使っちゃう。あとこれ女の子が大体使うのが
これ。これもうパッケージが可愛いからもうジャケ買いみたいな感じで、これも一応ノンシリコン、ラウリル硫酸、ラウリル硫酸っていうのが発がん性物質なのね、界面活性剤なんだけど、これが結構問題というか、まあ良くないよねっていうのがあって、まあこういうのが入ってないもの、まあ一応ドンキーとかにも売ってるから、まあそういうのを一応探して使ってる。だって予算降りないんだ。美濃羅駅児童の匂い大全だったらこれなんだよ。これ女香なのね。おこうちょっとやってみるね。仏壇の匂いする。匂い違うやつもあるから。同じじゃん、くっさそのお寺みたいな匂いのするやつなの。まあ、これ文化部受けなんだけど、じゃあこれはなんかお気に召さなかったっていうことで、と体洗うのがこれがロクシタンのモイスチャライジングシャワーオイル。これ全然泡立たないの、全然泡立たないんだけど、一応その体洗うやつなんだけど、ベルガモットも入ってるんだ。ベルガモットとこれアーモンド油って書いてあるんだけど、なんかバニラみたいな匂いするので、冬ってみんな粉吹くの、なんか足とか腕とか見るとなんか粉吹いてんの。だから一応そのオイルが入ってるものを選んで使ってるんだけど、やっぱりねこれだとその洗い流した後にね全くパサパサしないの、もうほんとオイルが残ってくれるっていう感じで、泡立たないからもう手で洗うんだけど、そうするともう肌も傷つかないし、もうこれマッサージとかにも使えるの。やっぱ一応オイルだから滑りがすごくいいから、今度ね彼さんと使う。うちには香水が3種類あるの。これアンナスルのやつで、多分よく見かけるやつだと思うんだけど、これ誰のかまだちょっと分かってないの。多分ねナズナさんとか、あのね島次郎っぽい子なんだけど、なんかもうキュンってするの、キュンって。これねもうおしとやか系の女の子の持ち物で、これビビアンのブドワール、これはもうね18ぐらいの時から使ってるの。ビビアン好きだったのって18ぐらいの時なんだけど、財務大臣なのね。財務大臣がその自由の約束の指輪買ったり、まあカバンとかあとアクセサリーとかも結構あるんだけど、これが財務大臣のその18から20歳の東京漂流時代、その時代にまあサバイバルした子たちのこうお守りじゃないけど、その覚醒するアイテムなのね。ちょっと危険だからまだ嗅がないよね。あ、グワーでやっぺん匂いする。これがね、お菓子みたいな匂いするの。前に島次郎か誰かが甘い匂いの香水集めてたっていうんだけど、それに一番近いものを探してきたの。これね、箱も可愛い。バニラとね、リンゴって書いてあった。これがすっごい匂いするの。これほら、前に布団警備、なんか引きこもりの子が出た時に単位児って言ってこれつけてたの、もうね綿飴の中にいるみたい。だからこれつけてるともう外に行ってもバリア張られてるみたいな、結界ができるの。こう外に出るともう排気ガスとか、こうおっさんの口臭とか体臭とか、そういうのから守ってくれるバリアなの、はあ、これちょっと、あ、これはもう本当にお上品っていうか、私の中ではもうね世界ができちゃってる感じ。科学的なんだけど、なんかもう強制的に世界が作られてるような匂いだから、作業する時とかもつけてたりする。単位児になるから。その匂いがなんでいいかって、いい記憶のイメージが
こう湧くからだと思うの。まあ、音楽とかでもそうなんだけど、その時のなんだろう気持ちが蘇るっていうような、だこういうのもお菓子に埋もれてた時代、お菓子に埋もれてた時代、住人みたいな、戻れる戻れる。やっぱり人に会う時にやっぱ匂いってイメージに影響してくるの。その第一印象は顔って言うけど、顔って視覚情報なんだけど、その視覚情報を手伝ってくれるものになるの。あとは覚えておくのにこういうのが使える。やっぱりいい記憶のあるところ、いい記憶が生まれるところ、いい思い出の場所の匂いとかってやっぱり思い出にもう強烈に残るものだから、そう映像として覚えてなくても、ああ懐かしいなって思うようなもの。私もお花の匂いは結構好きで、例えば金木犀とかクチナシとか、その匂いが強いもの、ジャスミンとか、そこにあったものとこのシンクロして思い出せる。だからこの匂いに囲まれてっていうのは、いい記憶に囲まれるっていうような。メンヘラの子うちほら多いから、だからこういうので環境整備、じゃあ次はいつになるかというより、もうね稼働ができないの。まあ本とかも今最近は全然興味なくって、だからもうほんと匂いこれだけかな。あとお化粧もやっぱりね、あっちの保護組にもう取られてんの今のところはね。今日は相談しながらやったっていう感じなんだけど、もう取られててね、稼働のね隙がないの。ただまあ来年とかちょっと時間に余裕ができたり、まあ楽しいことが増えてくると、今ってちょっと下積みみたいな時期なのね、美濃羅技児童が全体的に。で私もまあいろいろほら資格取ったりしてたし、そのアロマオイルもそうだし、そのマッサージ的なそういうのもまあ来年からは生かしていけるような環境を整えますっていうこの帰属計画なんで、まあそうなったらまたちょっとお目にかかれる時が来るんじゃないかなと。ただ本当にちょっと予算が下りないんで、その辺はお願いしたいなって、はあ、あとそう美濃羅太ったって言ってるでしょ。本当に10キロぐらい太ってるので、まあお洋服とかも結構ね入らないのが結構出てきてて、でみんな気にしてるんだけど、まあ、私から見るとその、まあ、デブだけどねっていうそれぐらいの感じに見えるの。だからほらデブだからって言って卑屈になると卑屈なデブになっちゃうの。そうじゃなくて自信持ってとは言わない、絶対言わないけど、デブならデブなりに可愛らしくしてればそれっぽく見えるんじゃないのって。私も街中で見かけるデブってその自分のサイズに合ったものをちゃんと着て、でそんなに太って見えないの。だからデブっていうのを気にするんじゃなくて、デブを自覚して身の丈に合ったものを選ぶ、それだけで全然ストレスは違うんじゃないかなって。痩せる時が来たらね、痩せるもん自動的に。だからあんまり気になさらずということで、ちょっといろんな子混じっちゃいましたが、生活科の水玉女子部でした。バイバイ。